このレッスンでは、ビデオのファイルからオーディオを抽出する方法を解説します。はい、オーディションですが、え、オーディオのファイルだけでなく、え、ビデオのファイルを開いて、そこのオーディオ部分ですね、それを取り出すこともできます。はい、それではやってみましょう。では、メディアブラウザで、え、ファイルにアクセスすると、え、ここのですね、部分を見ると、拡張子 MOV という、 え、これクイックタイム形式の動画ファイルですけど、これもですね、開ける対象になってます。では、これをファイルパネルの方にドラッグドロップすると、はい。このような表示となります。え、このフィルムのアイコンですね、ビデオの部分と独立して、このオーディオと出てますけど、はい。この抽出されたオーディオだけが、 別のファイルのような形で、このファイルパネルに出てきます。で、ダブルクリックすると開くことができます。はい、これ中再生してみると。はい、これはビデオの方に入ってた音声部分ですね。それが取り出されています。このファイルの形式としては、もともとですね、このビデオのファイルの方で持っていたオーディオトラックのフォーマットと同じになっています。 この状態なんですが、えー、一つですね、注意が必要なのが、これはあくまでですね、このビデオのファイルから切り離されて取り出されたオーディオなので、えー、例えばここに編集を加えて保存したとしても、ビデオのファイルには上書きされないんですね。えー、別のオーディオファイルとして保存されます。えー、オーディションでは、このビデオのファイルを直に編集して上書きすることはできません。あくまで抜き出して、 別のファイルとして処理を行うので、えー、これをですね、新たに映像にくっつけて、また映像に戻すには、例えばプレミアプロなんかを併用して、映像と音声をくっつけた上で保存する必要があります。はい、この抽出されたオーディオですが、これの保存を行うと、単体のですね、オーディオファイルとして保存が行われるようになっています。はい。 これですね、抽出しただけの状態では、まだファイルとして存在しない状態なので、オーディションを終了させると消えてしまいます。必ずですね、編集を加えた場合には保存を行って、その上で他のプレミアプロなどを使って、もし映像と一緒にする場合には、そちらの方で書き出しを行う。そういった手順になっていきます。